ワールドなお客様。ワールドのお客様、イタリア帰りですよ、イタリア帰り。イタリア帰り。ボンジョルノ。ボンジョルノ。ボンジョルノ。手合わせちゃダメじゃないですか。ボンジョルノ、手合わせちゃダメですね。お会いしてどうするね。ありがとうございます。トリカ。おはようございます。紹介で言うと35度やけど、こんなとこで飯食えますやん。太陽より深いですよね。太陽は全然すごく。それでは皆様、おはようございます。おはようございます。はい、もうね、もう2回目になりましたね。OW さんと、小学の、まあ、交流戦チームがね、始めたいと思います。まあ、後ほど森村さんの方からルール等はまた説明はあると思うので、今年は上位3やね、3上位3組と、それとビッグフィッシュ賞と、で去年は、しなかったんですけど、まあ果たして OW さんと下枠とどっちがよう釣ったという総合賞が分かってますよ。分かってますよ。まあそれをね、軍配もちょっときっちりとはやらせてもらおうかなと思ってますので、まあ皆さん気合を入れて送ってもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。ルールは至って、シンプルです。いつも OW と下枠さんでやっていただいている通りです。一応ただ、まあ、普段ちょっと違うのが5本リミットを総重量ということになります。よろしくお願いします。カマオズ禁止ですよ今日。柳ヶ崎から左。
これ。ありがとう。1660。俺もシャーロット。なりたい。7400。6260。80。さんのゴーンですか。そうです。それはそうです。まあ俺のように多分。すごい。これすげえ。超栄養してるやろ。くわ。7500。手振ってますよ。もう一回だから。はい、行きまーす。あ、手がどれ？あ、手がよかったと。注文が多い。はい、OK ですね。じゃあ、すみません、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。交流戦も無事終わりまして、皆さん、ではですね、早速成績の方から。こちら、次からベスト5ですね。第5位、下松さんから、6680g、川田さんです。あ、おかしいんだな。お一人で、頑張ります。はい、お一人で6680g。 続きまして第4位と行きたいとこなんですが、今回、同ウェイトが出ましたということで、第3位に行きます。まず第3位、7080g、 5本で川本三船ペアです。で、同じく5本 7080g、 奥村石川ペアです。おめでとうございます。続きまして第2位です。OW から 7440g、私森村布部ペアです。そして、第2戦、栄えある優勝者です。トータルウェイト 7500g、柏木さんペアです。すごいな。おめでとうございます。すごいな。じゃあビッグフィッシュです。OW からで、2960g、 リフレさん。下爆さん対、OW、 団体戦を発表いたします。下爆さんのトータルウェイトが、25420g で、 OW トータルウェイト36380g。じゃあこれ、オードブルさんの方で、で、みんなで分けてもらうってことだね。多分、12名3本ずつぐらい当たると思いますので。わかりました。はい、おめでとうございます。ポイントはおろしもと、紀伊半島のすぐ水路の出口ぐらいの2箇所です。朝一でおろしも入ったんですが全く反応なくて、でそこからまだ紀伊半島、まあ、いろいろ点々とはしたんですが、まあ、一番反応良かったのが紀伊半島のところで、
まあ、あまり E サイズではないんですけど、まあ、キロぐらいまでのがコロコロ釣れて、まあ、揃って、で最後にもう一回おろしも入り直したら、まあ、三船さんの方が A のを2本取ってくれまして、その T1 本2960というやつで、それでまあここまで上がる。おろしもに、もう1時ぐらいだったと思うんですけど、まあ、帰ってきて、で1本まあまあのが釣れて、で最後2時10分も回ってたと思うんですけど、最後にビッグが、ほう、本当に最後のタイム来ました。それは何のビッグですか？テキサス。重さは5グラム。重さは今日は7グラムでやってたと思います。じゃなければおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、続きまして同サイン、奥村西田ペアお願いします。西田さん、はい、今日はあの奥村さんにずっと乗せてもらって、雨降るまでずっとあの何でしたっけ、ゼゼのブレーキ絡みをずっと進めてて、であそこで何匹、3匹ぐらい3匹ぐらい釣れて、で1本だけがキロ500あったかな、ないかぐらいの分が外で釣れて、あとは静止六本木の南からプリンスの手前ぐらいまで広い範囲のあの辺ですね、あの辺で拾い釣り、もうまさしく拾い釣りで。岡村君は何を使ってはったんですか？いや、僕はあんまり釣ってないんで、前でゆっくりさせてもらいました。はい、何かご質問は？はい、なければ乾杯なので、はい、続きまして第2位です。7440g、私と野々出さんペアでございます。じゃあ私の方から、釣った場所は、この沖の卸物の沖です。で、全てエビモの中です。エビモの、サイドとかじゃなくてエビモの中に、ライトテキサス 5g ですね、落としていってやるとっていうパターンが先週から分かってて、先週ちょっと、知り合いの人と出て、まあ、9キロちょいぐらいは釣れたんで、まあ、今日も釣れるかなと思って朝一入って、まあ、あのパートナーの人にもいいやつが来たんですけども、結局バレて、で、まあ、40半ばぐらいのやつをずっとテキサスで売ったりっていうことで、まあ、とりあえず5本揃えて、ゼゼに行ったんですけども濁ってて全くダメで、次にプリンス沖に行って流して、羽ジャコのステイの時に1本いいのが来て、パートナーの人にも、スワンプですね、でいいのが来て、でもう1回おろしも昼から入り直して、入れ替えが2回できたんです。まあ、この間跳ねて結構釣れてたんで、そこ行って、まあ、跳ねてたら釣れて、あの大雨のあと風が止んで、雨が止んでから当たりが出始めて、で卸も戻ってきてから、そこで、まあ、同じことしたらまた一投目に来て、で入れ替えて、うん、まあ、今日はちょっとええとこなかったんですけど、2連覇頑張りつつかったんですけど、残念ながら、うまいこといかんと、まあ、森本さんのおかげで、はい、何か質問は大丈夫ですか？はい、じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。では、優勝でございます。 7500g、柏木さんペア。今日は超ジャンクフィッシングでパターン一切なしです。釣ったのは朝おろしもで3つ釣って、西岸のパンチで次1,2,3,4,5,6,6本ぐらい行って、で次赤の井行って、その後どこ行ったの？その後、おろしもで最後2発パンパンって取って、はい、多分入れ替えなんかしたかな、4回か5回、4、5回ぐらい、うん、で、この1ヶ月間ぐらいずっとパンチしかやれへんかって、パンチで全然釣れなかったんで、今日もパンチをちょっと混ぜつつ、まあ、沖のピンスポットをたくさん回ろうかなということで、で、E の2つパートナーが釣ってくれたんです。シャローでね、55ぐらいの釣ってるんですけども、2キロないようなガリガリばっかりで、全然ダメだったんですけど、まあ、ジャンクフィッシングで、パターンもなんもなし、朝一、北村さんがすぐ横で、ええの釣ってあるやんみたいな、ここおったん迷うからやめよう、すぐ移動したのが良かったのかな、ありがとうございます。その魚どこにある？どこ行って、魚どこ行って、結構死んだ、死んじゃった、召されました、どこ
なんか、ポップ参戦させてもらって、で、なんか、果たしていただいて、ものすごくいいお話ができました。もう全部、柏木さんにお任せで、楽しませてもらいました。まさにおめでとうございますですね。ね、よかったです。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。やりましたね。じゃあ、そういうことで、無事交流戦も終わりました。で、また来年、ね、来年は一応池原ですよね。そうですね。一回ちょっと思いつきましょうか。思いつきっていうのは、あの、前半ぐらいで。まだ出てるし。